あの人にやられた。どんな感じだよ。はいやじゃあボスはごめんよ、もういいよ、はい、お姉さん担当に、うん、これをうどんの中に入れる。それをぼっかけうどんって。これをまた目方に測ってナイロン袋に入れる。78杯ぐらい。今日は多いから。持って帰ってもらうだしを作ってるんですよ。一人前です。前日までの予約で。受けてますね。だしと筋肉、多分これを気に入ってくれてはると思う。朝も早いし、夜も遅いし、やめときって言ってる。大変。今38年目に入ってるから、私が16、17の時かな。学校行きながら帰ってきて、店手伝ってるんですね。これはね、だし。これだし言うたってね、このだしは振られへんのよ。これで筋のツヤが出るから、今から切るやつ。時間かかんねん、これは。時間をかけて茹でて、その後また味付けをして炊くのね。大体1回にそれぐらい買うの。12キロぐらい、1週間で買う。手が美味しいよ。どうぞ。焼きは刺さない。焼きは刺さない。あ、刺さない。基本的には私、泉さんのとか名古屋の方はね、地域の方半分、よそからも半分、ただただ古いだけ。もう勝手に食べて勝手に帰ってみたいな感じなの。だから私らの中ではもう一緒なんよね。有名な人であろうが、普通の一般のお客さんでも、お客さんはお客さんだから。私もともとシングルマザーだったんだけど、まあ息子娘育てて、ここがあったから、お客さんがけんちゃん、きなちゃんとかって言って、だからこの子らまっすぐ育ったんちゃうかなと思う。ここに学校から帰ってきて、ここでご飯食べて、ここで宿題して、ここで育ったから。カップルで来てはって、結婚して子供できて、まだ未だに来てくれてる。ずっとつながってるから。みんな美味しそうな匂いよ。
中央市場、週に2回は走るね。魚介類は全て中央市場です。私が小学校の時はうどん屋さんをしてたの、長田の方で。あそこにあの蜂を取りに行きなさい、ここに行きなさいとかって言われて、1年生からおかもち持って働いてた。お母さんも私に半強制やね、だ手伝ってよみたいな感じ、そんなノリで、オープン初日から私一緒に焼かされてたって感じ。でも今思えばこの店があったから子供もまっすぐ育ってくれたと思うし、みんなに助けられた、感謝してますよね今。ね、ここではエビイカタコ、ほんで大ガキ。お兄ちゃんハマグリある今日。うわ、これを大ガキを飲む。そうです、兄さんでしとって。大きいでしょ。これ大アサリです。大アサリ、このタコを使って。イエス、はい、ここに入れてください。はい、ではこれで。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、どうも。ここ絶品だからこれ。クロワッサンを食べたら一番わかんじゃないかな。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。サンドイッチほんまマジ美味しいから。いつも車の中をパンくずで汚してるんですよ。お腹が空いたらあかんからな。掃除は、お掃除さん、一般家庭の掃除とか病院とかの日常清掃のあの掃除屋をね、私がどっちをやめようかなって、お母さんがもう年も年やし、これはもうやらなあかんなみたいな。そこからもちょっと変わったかもしれん。なんか焼いてる音とかで、あ、今ひっくり返すタイミングとか、あ、もう焦げちゃうみたいな。口で言えないんですよね、私も。体がもう覚えてしまってるというか。三十何年もやってたら面白いですよね。もういいよ。まだまだかかるわこれ。はい、9000円からお願いします。はい、以上でございます。ありがとうね。お疲れ様です。これが一番上のひぼだけ持っとったら。きしめん一つに普通のうどんがいい。これが、ありがとう。元気でいてくれてるから、それをちょっと見に行きます。ピカちゃんボールにいる。まずはドミニカを2つちょうだい、はいはいはい、今日2杯分。
来ました、どうぞ。あのお世話の番で伝えきてよ。言うとくよ。参ってすっと帰ったらあかんねんで。ありがとうございます。また帰ったら楽になる。かわいいでしょ。そうやね、もう19年。今年7年目です。7年目か。こんなところに続いてきてね、いいね。いや、いい意味でもう刺激いっぱいで楽しい。お好みに入れたら最高に美味しいよ。そうそう、ここ3年目ぐらいよね。でもパカッとこう、これ一つがね、でこれをバラしたの。そう。出た話したか。そうやね。いいじゃん、できました。自分は男前や。喜んでる？喜んでる？ここは秘密の子ね。美味しいよ、このタコ。タコと筋を入れたお好みが一番よく出るんじゃないかな。エンドレスやるよ。よし、で、一番の売れ筋。そうやな。今からだと11時50分ぐらい出来上がりですけど、いいですか。ちょっとそのお兄の持ち帰りの分だけ置いとくわ。あるはい。
じゃあそれをこれじゃあ。何食べるか考えておいてくださいよ。まかない。何でしょう。まかない。ひもじい思いましたか。
冬。あ、そうなんや。冬の方が安い。そうそうそう。3、4くらいする。2ヶ月。すごいね。はい、どうぞ。行きます、暑いですよ。大丈夫、ありがとう。うどんも食べるし、お好みも食べるし、そばも食べるし、もだやきも食べるしな、ちかちゃん。ねえ、週にね、3回ぐらいは来てくれる、お姉ちゃん。持ち帰り何する？うどん焼き。キャベツやね。Thank you.
メニューに載ってないものをこれできる、あれできるとかって言われてする時もある。今日は岩牡蠣が予約が入ってる。岩牡蠣もする。よいしょ。このお客さんはね、切らない、かぶりつきがいいんですって。えいちゃん、ちょっとごめん、今2つ言いましたわ。ちゃんちゃん、ちょっと待ってね。はい、ありがとう。お仕上げで。はい、どうぞ。ここにもう、遠くの感じやね。すぐに1回か2回仕入れてくれはるんだね。それに合わせて、うん、お願いして。いい、あの、おしぼりだけ出してあげて。そっち今歩いたから。ちょっと交差点で。これが交差点です。交差点。交差点。いいですか？ホルモンできました。ありがとうございます。ありがとう。はい。そうな、ほな肉を茹でとかなあかんで。え、どうぞ。これパン抜いてるね。
どうや、はい、どうぞ。はい、はい、はい、あ、そこ2つ置いてるやつ。お元気ですか？なんとか生きてます？3個空いてますね、美味しいから。まあ、もっと食べたいんやけど、殻むけないから。それは大変やからね。そのホルモンを食べ終わった出汁の中に、お蕎麦かうどんかご飯を入れて食べるという。この出汁が自家製のタレなんです。これじゃがいも。ありがとう。はい。いつもね、よくしてもらってるの。ありがとう。どうも。パスネギは奥、あ、アリちゃんの場合で、はい、そういうポン酢でもらいたい、ポン酢でもらいたい、そうやな、動かして動かして、好きなようにしよう、そういうのが好きなようにしよう、これいいんじゃない、はい、はい、奥の方だろ、そう、奥、これ全部良かったらいいよ、
はいよー、ちゃんぽんそば、ごめんよ、ごめんよ、はい、こっち行く、はい、これだけちょっとなんかネギ抜いたわ、あ、そうか、すいません、ありがとうございます、落としたごめん、はい、大丈夫、落としたごめん、落としたごめん、大丈夫、割り方も下手くそやしね、もう我流で、いいや、ありがとうございます、ありがとうございます、ちょっとうどんと違う違うとこ、実は何でしょう、筋、筋、はい、で、ネギ焼きの筋と、あと何ですか、じゃあ、普通のお好みに、あ、ベロメロメロ、毎回悩むんですよ、食べるの、私が適当にじゃあこれとこれしようかみたいな、マリさんが何か持ってとるじゃん、入ったら出張の用意せなあかん、これぐらいの部屋、何かいけないのに1つ目いっぱい詰めたら、結局1つ目いっぱい詰めたら、でも好き嫌いが多いから、これだけ。ベロベロね。じゃあごめん。うちのあのホルモンのタレの後にうどんを入れるのもこの細いうどん、このうどんでもみんなほとんど予約でしょ、だからそれ思ったらほんまありがたいね、みんな毎回あの買ってくれるっていうのは、朝食べ乗ったでしょ、どうぞ、こんではちょっと食べてやったり、チーズはやってる、これも好みなんで、もしよければあの辛いソースを振ってもらったらいいですよ、はい、どうぞ、オイスターソースベースやわ、
お酢つけて食べたりするか、普通の方って言われてます。でも、今はここのうち、お姉ちゃん、3と2で、食べてください。この分だけ食べてくださいね。カレーどうする？全然じゃあ。まだ食べてる。お年老がお客さんに支えてもらってる。だから長い付き合いになる、みんな。結果お客さん同士も喋って顔見知りになる。お客さんに支えてもらって、みんな感謝してますよね今で。もうちょっと、もう7月ぐらいに入ってきたらもうこれぐらいになっちゃう。看板入ってる。上はね、年中これ、年中これほとんど。いや恥ずかしいってこんな撮るの。だんだん短くなってきた。